原沢くん、お疲れ様でした。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。7月30日金曜日。はい、というわけで、オリンピックのね、柔道100キロ超級の、試合がね本日ありましたけれども、我らがね下関が世界に誇るスーパーヒーロー原沢久佑選手、残念ながらね準決勝で敗退となりました。で、チェコのねクルパレクさんにね延長戦の末ちょっと敗れましたということで、その後にね、3位決定戦では因縁のねフランスのリネールとやってですね、まあ、指導3つでちょっと敗退ね、してしまいましたけれども、まあ本当朝からですね本当弁当を売りながらですね、応援してたんですけれども、本当に1日でねこれだけの試合をねするっていうのは本当過酷なことだなと思ってですね、まあ本当最後消耗がひどかったですね、疲れてたと思います。まあ、それでもね本当に、素敵なね時間をね過ごさせていただきましてね本当にありがとうございました。5時前ぐらいからですね、まあ、原作の同級生、まあ、うちで元ねバイトしてくれてた子、原沢軍団たちとね一緒に、新しいねレンタル山崎さんからお借りしてね設営してもらった42型ねテレビがねこれはすごい見やすくてねめちゃめちゃね盛り上がりましたね。みんな喜んでました。レンタル山崎さんね本当ありがとうございました。まあそんなこんなでね、まあ、ちょっと残念ではあったんですけれどもね、お疲れ様でした。まだね団体戦がねありますので、そちらの方でねまだ団体はまあ金ねちょっと近いんじゃないかっていうね、前評判なんでね、まあ、そちらの方でね金メダルを取って、下関にね凱旋してね欲しいなと思います。お疲れ様でした。まあでもねこの結構最後ね本当がっくり来られてたでしょうし、もうね応援してたトリマンで応援してたね我々ですらねもう呆然自失でしたからね、まあ、それは本人のね、もうね本当精神的には本当本人が一番来てると思いますので、なんとかね一日で、ちょっと落ち着かせて、また団体戦にね、気持ちを切り替えてね、挑んでほしいなと思いました、ね。お疲れ様でした。またね明日も頑張ってください。はい、というわけでね、朝から、柔道一色でしたね。で、お弁当は18個ね、今日ちょっと焼き鳥をねもう焼く時間がなかったんでもう弁当だけで18個売りましたと。で夜がですね、皆さんね下関市民の皆さんね偶然ね原沢軍団とは別途にまた原沢くんのね同級生の方がね来てたりと、あとはね常連さんで原沢くんのね応援に、駆けつけて早い時間からね一緒にテレビ観戦ねしてくださった、方たちとかね、まあ、前半からね結構にぎわってですね、でもう、前評判というかね、まあ、インサイダー情報ではないんですけれども、まあ、亀山ね花火大会ではないけれどもね花火が上がるよっていうね、まあ、ショートバージョンですかね、っていうね話は聞いてたんですけれども、まあ、本当に上がるかなっていうのはね、まあ、ちょっとあれだったんですけども、情報通りね上がりまして8時過ぎから、まあ、約10分から15分ぐらいですかね上がりました。撮ろうと思ったらね終わってましたので、まあ、ちょっとあんまりいい、ね、動画ではなかったですけれども、まあちょっとね、ちょうど100キロ超級のね表彰式が終わったぐらいでね上がる感じだったんでね、これ金メダルもし取ってたらすごいなんか感動的なねなんか偶然なんですけどね、もうたまたま表彰式終わってすぐ花火が上がるぐらいの時間帯だったので、
もう昨日からねその情報を聞いた時からうわどうなるんやろみたいなねちょっと、違う意味のねドキドキ感がありましたね。ワクワクと、はい、まあ、ちょっとね残念でしたけれども、あ花火はあ上がってね結構ねカモンワーフの人にね聞いてもね知らない人がほとんどだったんで、ああ本当にサイレントだったんだなと思ってですね、まあサプライズでね上がっておりましたけれども、それでもね結構あの見に、まあ近所の方だと思いますけれどもね、見に行った帰りにちょっとねあの人の流れもありまして、で、今日はですねあの中盤後半もね、にぎわいまして、終わってみたら昼夜合わせて、あ今月ね初めてですね超炸裂ね、炸裂しました。超炸裂。はい、ちょっとねあのコロナの方がね東京が3300人で我がね、山口県も27人ってねちょっともう嫌な数字になってきて、で下関はね4人だったんでまだねそうでもないんですけれども、まあそういうねもうどこのね、県見てももう数字が上がってまして、もう安全な県がないっていうぐらいね、ちょっと拡散しまくりなんで、もうちょっと昨日ね、昨日やないか一昨日かね、木曜日がそんな感じでガクンと来てたんで、もうねちょっとぼちぼちこう下り坂かなって思ってた矢先に、なんとかねそのもともとはね30日なんで亀山花火大会がある日なんですけれどもね、あの海峡花火大会8月13日の前哨戦みたいな感じでですね、毎年ちょっと賑わうんですけれどもね、まあ、そこまでの売り上げはないかなと、作るのは難しいかなと思ってたんですけれども、まあ、それにねちょっと匹敵するぐらいのね、売り上げが作れたんでね本当にね、ありがたかったですね。まあ、今日ねご来店くださった方ね皆さんが釣りやってくださったんでね本当にありがとうございましたと、いう感じでございます。まあちょっとね、春作もねちょっと残念でしたけれども、まあ団体戦の方にね、期待したいと思います。はい、はい、というわけでね昼夜合わせて超炸裂ね、かませましたので、だいぶねちょっとトリマン売上移動平均線もねちょっと上昇モード来ましたので、あとね土曜日ラストファイナルね営業日1日を残してますので、まあそれ足して、コロナ以前のね2019年度のね売り上げを超えていきたいと思いますので、皆様ね、ご予約の方もねお待ちしております。最後、31日ねご来店お願いします。0323216199までお願いいたします。チャンネル登録の方が242人となっておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。でグッドボタン、マートボタンはね誰が押してるか分かりませんので、お気軽にね押してみてください。はい、いや本当ね、レンタルね山崎さんからねテレビ借りてよかったなというぐらい、普段ねうちにあるブラウン管テレビのとのね本当に性能の差をね、実感しまくりでしたね。綺麗でしたね。ね感染してたね座敷で感染してた原沢軍団ねみんなもあすごい見やすかったですってね言ってましたので、あやっぱいいテレビは違うなと思いました。はい、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。終わります。